の、ルナゲストの詩、ガンナ・アビター・ホッセルによる。の、ルナゲストは、北欧の伝説の佐賀に登場する英雄の名である。彼の物語が、ノルナゲストの話である。この物語は、フラート島本に収録された、オーラブ・トリュグバッソンの最大の佐賀に挿入された物語であり、古、エッタからの何変化の詩を含んでいる。物語には、ギリシア神話のメレアグロスとのいくらかの類似点がある。 デンマークのある鬼人の家に男の赤ん坊が生まれた時、三人のノルニルがやってきた。一人目は彼に美しい姿と勇敢さを、二人目は学人の才能と豊かさを与えた。しかし、三姉妹を怪しんで集まった人々に押されて転んだ三人目は怒ってしまい、赤ん坊がそのゆりかごのそばで燃えているろうそくが消えるより長くは生きられないだろうと呪った。年長のノルンはすぐに、 ロウソクの炎を消すと、赤ん坊の母親にこのロウソクをうまく隠すように頼んだ。ノルニルが帰った後、父親はこの出来事にちなんで赤ん坊にノルナゲストという名前を付けた。そしてノルナゲストが成長すると、両親はこの出来事を話して彼にロウソクを渡した。フェロー諸島で2001年に発行された郵便切手に描かれたの、ルナゲストの物語の一場面。 アンカーエリ・ペーター戦による、それからのノルナゲストは、ろうそくを自分で管理しながら、学人となって、国々を回り、戦に参加しては手柄を立てた。家族は、死んでしまったが、彼は300年も生きたと伝えられている。彼は、ボルスウング族のシグルズの戦いに関係した。また、ラグナル・ロドブロクの息子ビオルン及びその兄弟と共に、過ごした。さらに、スタルカドと、スウェーデンを、 シグルドリングと、ウップサラ王エリックと、ハラルドビハツ王と、そして、ロードバー・オブ・ジャーマニー王と共に過ごした。最後に彼は、オーラブ・トリグバソンの元へ行き、洗礼を受けた。伝説によると、オーラブ王は、ノルウェー人を、キリスト教に入信させようとし、自分の宮廷に乗るナゲストを連れてきた。の、ルナゲストは洗礼を受けることにしたものの、 キリスト教徒になることで古い神々の怒りを受けて、命を失うことを恐れていると打ち明けた。そして王にろうそくを見せて、それにまつわる出来事を話した。王は、キリストが古い神からのルナゲストを守る。ろうそくが燃え尽きようと命を失うことはないと断言した。の、ルナゲストは三番目のノルーンであるスクルドが死を予言した。ろうそくに火を灯した。ろうそくが燃え尽きたとき、 ルナゲストは床に倒れ、予言の通りに死んだ。王は、ノルナゲストが、心の底からキリストを信じていなかったからだと、つぶやいたという、ありがとうございます。